BT コネクション銀座トップスタイリストの清水智子です。 BT コネクション銀座トップスタイリスト吉武まりなです。ハッピー市表参道トップスタイリストの真由です。コア銀座のトップスタイリスト矢田部流星です。ユニ表参道代表長田宝です。ユニ表参道のディレクターのゆきです。僕が韓国ヘアでこう売り出そうと思った時はもう割とこうデザインで韓国ヘアでもうトレンドを打ち出してる方が結構いらっしゃって、そうデザインでこう洗練されてるものっていうのが結構出回った後だったんで、お客様に選んでいただく時にスタイリングでの悩みだったりとか、あとはお家での再現性のお悩みだったりとか、そういったところでアプローチがかけられるように、再現しやすくお悩みに寄り添ったものがいいなって思ったので、そこをなんかどうやったら再現できるかっていうのを研究して、それこそその当初流行ってた韓国ドラマだったりとか、韓国アイドルの MV だったりをチェックして、そこから落とし込んだデザインっていうのを研究してました。韓国ヘアやってる方が結構いなかったので、韓国行かないで韓国ヘアをするのもちょっとなんかあれだなと思って、まあ、韓国に行ってなんか美容室行ったりとかして、韓国の美容師さんにちょっと学んでやりました。あの黒木さんみたいにちょっと韓国に行って髪の毛切るってことはちょっと私くせ毛すぎてちょっと無理だなと思って韓国の、美容師さんがやってる YouTube だったりとか、あとはこうインスタグラムで公開してるようななんかこうカットの仕方だったりとかをこう見て学んでウィッグで切ってみて、でそれをお客様に落とし込んでっていう形で、ヘアスタイルをご提案していくように最初やりました。ガールズグループのオーディションとかがすごい流行った時期があって、そこで見てると女の子がもう本当に日本人の女の子もやっぱり韓国風のヘアにするとすごいより垢抜けてるのを見て、やっぱ垢抜けがすごいしやすいスタイル提案できるなっていうのをすごい感じて、そこからやっぱり本気でこうスタイルとか勉強するようになって、もちろんその同期の子とかに聞いたり外部の方にお話聞いたりする機会が増えて始めていこうと思ったのがきっかけでした。色っぽくてかっこよい女性をこう自分の作っていくヘアスタイルとしては打ち出していきたいなっていう思いがあって、その中でやっぱりこうドラマだったりそれこそアイドルとか、まあ、黒木が作ってるスタイルとかを見たり、それこそインスタグラムで流れてくる韓国の美容師さんのヘアスタイルっていうのからインスピレーションを受けて、先ほど清水さんも言ってましたけど、韓国語とかでレイヤーカットとかそういったこう美容の技術を調べて、 YouTube とかあと Google とかでも切り方など学んでそれを発信していくっていう風にして、まあ、今のスタイルっていうのを、まあ、構築していったっていう感じですね。私もすごい韓国が好きかって言われたらすごいファンとかではなかったんですけど、メイクとかヘアはもともと好き で韓国ヘアで打ち出してる方って結構たくさんいらっしゃったんですけど、私は韓国風パーマっていうので結構推していて、コテで実際にこう負けない人とか巻いてもすぐ取れちゃうとかそういう人をターゲットに絞って、お家でもこう韓国ヘアが再現できるようにっていうなんかテーマでパーマを打ち出して、はい、来ました。なんか悩みとかを吸い上げて、どれだけ朝なんだろうスタイリングに時間をかけられるかとか、コテをどれぐらい使えるかで例えばレイヤーを入れる高さを変えたりとか、顔周りどれぐらい切り込むかとかをそのお客さんごとにちょっと提案をさせていただいてて、そのおかげでまあなんかお客様からなんか忙しい美容師さんなのにいっぱい話聞いてくれてなんか嬉しいなっていうふうに思ってもらえるようなと提案をしています。韓国の美容師さんだったりとかの技術をしっかり紐解いていくと、レイヤードカットとかをこうしっかり入れてて、本当ワンカールとかでも形がちゃんと韓国の、女性のヘアスタイルになるっていうことにもなんかこう気づいて、なのでなんかそういった自分のその技術っていうのをしっかりとお客様に提供して、でもう自分では本当ワンカールとかで簡単に動かすだけで動きが出るようなスタイルっていうのをしっかりお家でも再現できるように
カットしたりするっていうのを心がけてます。僕は毎回同じスタイルとかだと結構飽きられたりとかもするので、なんか今流行り の, なんかその韓国ドラマとかアイドルの子をまあちゃんとチェックして、こちらからなんかこう誰々ちゃんこういう髪型してたよねっていう感じで提案するようにしてて、韓国 の, そのアイドルの方と か, なんか女優さんをパッて口に出した時とかになんかすぐ伝わることが一番お客様からしたらすごいありがたいのかなと思って、まあそこの情報はしっかりキャッチするようには心がけてます。新しいこうアイドルとかが結構早いスパンでデビューされるので、韓国はなんでそういう方とかをやっぱチェックしたりとか、ドラマだったりとかもチェックして、なんかお客様の話に出た人だったりとかで自分が分かんなかったらすぐ検索してどういう人なんだろうとか、こうお客様と話を合わせるというか、やっぱり好きなものに沿ってあげた方がより信頼感も得たりとかもできるので、まあ、自分も好きなのでそういう探求はできるんですけど、まあ、そういうところを心がけながらサロンワークの方はさせていただいてます。アーマーなのでちょっとこう再現性っていうか自宅でのこうスタイリングの仕方とかがすごい大事になってくるので、最後のレクチャーは本当に時間をかけて、結構もう忙しくてもそこだけは本当に時間をかけて一緒にこうやり方を一緒にやったりとかして、お家でもできるようにしっかりレクチャーをさせていただいてたりしてます。で韓国が好きになってパーマをかけたいみたいな方が結構来てくださるので、まあ、そういうパーマが初心者みたいな方とかも結構多いので、基礎のなんかこう知識とかをしっかりカウンセリングの時にもお伝えして、まあ、先生じゃないんですけど も, なんかもう本当に分かんないところまで細かくこうずっとレクチャーしながらもうやるっていうのを気をつけてます、はい。お客様がイメージしてる雰囲気と私が想像してる韓国風が結構違うことっていうのもあるので、そのお客様がどういう韓国風を想像してるのかっていうのをしっかり聞いた上で、じゃあこのカットだったらこういうカットになるんですけどどうですか、ライフスタイルでセットできそうですかっていうご提案をすることが多くて、やっぱりお客様の次のご提案っていうのも必ず1回目来てくださった時にして、次はこういうのが似合うと思いますだったりとか、次はこういう季節だからこういうのが似合うと思いますっていうのは必ずお伝えして、もう次につながるようにしてるのが気をつけてることです。僕はなんとなくこうインスタグラムをやっていく上でなんか分類分けをしてて、例えばなんかテーマパークっぽい本当に韓国のスタイルっていう感じの方たち、ここにもたくさんいらっしゃいますけど、なんかそういう方と、学校型みたいな、例えばスタイリングの仕方だったりとかをなんか教えてくれるとかっていうインスタグラムと、病院型、なんか自分のなりたいを叶えてくれるとか、美容整形とかもそうなんですけど悩みを解決してくれるようなをなんか自分の中で分類分けしてて、自分は集客ってなった時に病院型がなんかお客さんに選んでいただきやすいなっていう風に感じたので、その悩みにフォーカスして、ここが気になる人とか、例えば顔周りのここが隙間が空いちゃう人が選んでくれるとか、そういうところをターゲットにして、となりたいを叶えられるようにとできないを叶えるみたいな感じで発信してます。例えばだからこうしたいのにこうなれないっていう悩みを解決できるように文章だったりとか、撮影の横からの見られ方が気になるっていう方だったらもうそこを絞ってそこばっかり撮るとかっていう感じに撮影の時とか気をつけたりしてます。なんで全体のスタイル像とかはどちらかというと僕のインスタと上げてなくて、ストーリーとかでは載せるんですけど、絞って撮影するように最近はしてます。